香港で抗議活動中に高校生が撃たれて重傷と報道されつつも、抗議が大義をすでに失いつつある状況では正当防衛に近い内容だった。そういう空気もいくらか。中国も一応派、戦力で経済問題が解決するわけではないはずで、困窮し始めた。その帰結には暗雲はある。文明が滅んだ理由、それはそこに発生した強い独裁性だから。近年は民主主義という選択が大きなパワーを持つわけだが、選挙はどこも酷いのがイギリスで、前にも後ろにも進めず、にっちもさっちもいかない、そんな現状ではある。この場に、大賀さん、それがあったらどんな結果を出しているか、ともかく信仰の問題ではある。インターネット時代、その最善とは果たしてどれだけの正義であり壁となりうるか。ともかく状況は全然良くなっていない。